はい皆さん毎マイ度コメント返し田中さん僕もお店を出して6年経ちますが若い時って技術が定まらないうまいと勘違いしやすいですよねでもその割にカットに時間がかかって疲れるんですよね今思うと自分が恥ずかしいですよ田中さんは今現在美容歴何年かわかんないけどね自分なんか20代でやったからねへったくそもいいとこだよね 1000円、今で言う1000円カットだよね。20代のカットなんつうのはね。でも自分がやってた当時、いっぱいいたんでね、そういう、適当な美容師が、ぶった切ってソバージュかけるだけみたいなね。で、やっぱり当時美容業っていうのは儲かる時代だったのかな。だから、とにかく若くても何でもいいから、やらせりゃ金になると、あの、会社的に儲かるから、 店出してとにかくやらせるみたいな。世間的にもね。まあ、でたらめな時代だったよね。何十年か前は。田中さんのコメントを読むとね、6年経ちますがってことになってるけど、まあ、勘違いしやすい。カットに時間か,かる。今思うと恥ずかしい。まあ、若い時のこと言ってんのかな今現在何歳かわからないけど、もベテランになってるかね。36で店出せば、 もう今42歳だからね。で、20代の頃、振り返って言ってんのかもしれないね。まあよく言う話だけど、今42歳だとするじゃないあと10年仕事やってみなって。40歳の時の仕事がね、レベル低すぎて何やってたんだろうと、そう思うよね。まあ美容師ね、まあどんな方でも、うまいと思ってなきゃ、カットなんかできないよ。 下手でも何でも減ったくれでも。美容業の場合独立すると、だいたいみんな若いよね。30代、40代前半。と、傾斜的にね、考え方がね、まだ若い世間知らずこれ自分も今になって分かったことだよね。そんなんでも、若いだけでお客さん来るから、うちょうになっちゃうんだよね。 で、自分は優れた経営者じゃねえかと勘違いして、で、お店の数増やそうとか、そんで失敗して、まあ普通だったら、どこにお店出すで、みんなで考えて、まあ若い人があそこがいいんじゃねえか、ここがいいんじゃねえか、で、それを上司が見て、まあ社長を見て、経験値の高い人が見て、まあそこは出すべきか出さぬべきか、まあよく考えて、結論やめようと。 まあ、そうやって判断するわけだよね。失敗したくないから。でも、若いと、かまこゃねえよどうせ空いてんだつとかなんとか言ってね。一日お客なんか5人もくれや。なんとかなんだろうみたいな、安直に考えてね。で、店出しちゃうで、結果失敗して倒産あの、ね、撤退っていうことになるよね。まあ、うまくいけばいいんだけどね。結構うまくいかないで。 最初は飛ぶ鳥を落とす勢いで店増やしてって、で気がつくと本店一点だけになっちゃうとかね。まあそういうお店結構あるよね。みんなのお店の周りにもあるんじゃないそういう撤退した店。まあ風の噂で、あまああの、そこのお店はなんか一時お店いっぱい出したみたいだけど今一軒だけになっちゃったよとかね。かわいそうな、ねえ、経営者。<laughs> まあ一言だから構わないけどね。お店出してさ、 お客さんが若いといっぱい来て、で、追い風に乗って、勘違いするよ。本当に。自分は上手い。経営者として優れてる。経営者になるとね、若くてね、反対意見っていうのがないんだよ。それが一番怖いよね。本当にね、普通の会社だったら、30代のやつが考えたことを40代のやつが見て、で、報告書まとめたり、50代の人が、ういろんなことを想定して、考えて、 で、また社長クラスの人がね、あの、それに対して落ち度がないかよく精査するっつのそこまでやって、よし、行こう。やめる。考えんだよね。本当にね、美容師の場合はね、若くして経営者になってね、反対意見がないからね、アホなこと始めちゃうんだよね。で、こういう時コンサルタント会社コンサルタントこれがまた、使えねえよ。コンサルタントは。猿だよ。 美容室、経営者になると、一匹狼だよね。誰も手つけてくれねえし、どこ行くのも自由だし、どういう方向に行くのも自由だし、それゆえね、リスク高いよね。儲かるのも早いけど、損す、損って言わないか、儲かんないのも早いね。勝負が早いっていうの儲かる儲かんないね。ソバージュの流行ってた、 あの時は美容室が潰れたたたっって聞いたことなかったよね今じゃ潰れちゃうかんね10年ぐらい前からあそこにあったよな、な亡くなったな、あっちにあったのがなくなったなとか、目立ってきてるよね。まあここ最近落ち着いて、ポツポツと減ってる。減っては増え、減っては増えだよね。うちのお店の周りに限って言えば床屋さん、パー屋,屋さん、増えてるね。一軒減って、 でも増えてるまた増えてると増ええててるると方向だね一人でやってる店が多いかなまあ何の話したかはよく分かんないけど眠くなってきちゃったなはいお疲れ様でした